ディションパズルでございます。マリオカーツということでやっていきましょう。今回は、コーラリウレトラ作戦の始まりということで、ということでいきたいと思います。ね、よろしくお願いいたします。12スタート、ミラーですね、今回はね、あのビッグブルーか、これはね、ビッグブルーなのか、果たしてね、ジャンボブルーなのかというところですけれども、まずね、あのコーラに触れたら即終了、縛りね、あの一番大事なのはスタート時にね、あのね、敵にコーラを背負ってるやつがいないか、それを確認することですね、まず今回いませんでしたということでね、だいぶね、今回の難易度は低くなってますという感じなんじゃないでしょうかということでね、あのミラーなんで、あのビッグブルーでみんな慣れてないと思うんでね、僕も慣れてません、うん、みんなが慣れてないということは僕も慣れてません。みんな慣れてないんでね、どんどん前に上がっていけるかなっていう風に言おうと思ったんですけど、僕も慣れてませんということでね、早口がね、だんだか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 言ってますけれども、とりあえず今ね、11、10位とね、上がっていきます。甲羅のケアね、ちょっとあの、難しすぎます。ミラー難しすぎます。ちょっと待ってください。だんだか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 ね、ダブルも割れないと。まあ、これはあの、危ない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 。まあまあまあいいでしょう。もう、ちょ。一回ね、10位割りバグボでこのサンダー割っていくと、このサンダー割って即振らせましょう。はい、僕が振らせられなかったということは、後ろのやつが持っていると。大体これ振ります。大体振ります。92% ぐらいの確率で振ります。ね。ほら、振らないでしょう。ね、振らないでしょう。ということでね。ここもう即スター即スター即緊急のバキ。これ結構まずいですね。甲羅に触れる気配はないものの、1位を取れる気配もないと。ここだ。行って前、行って前。な。あ、もう1ゴールしてるわ。ちょっとまあ、一回耐えましょう、これでね。あの、2レース目にご期待ください、皆さん。ご期待ください。ねえ、ご期待ください。はい、どうも2レース目行ってみましょう。マリオカーツということでね、2レース目、もうミラーだ。ちょっと待ってくれ。なんでこんなミラー、なんだ？オッケー、とりあえずね、周りにこう、甲羅いるな。一匹いるな。あいつには絶対触れちゃいけない。ということでね、甲羅に触れたら即終了縛りね、やっていきたいと思いますね。引き続きね。あっ。カメラー！